여러분 안녕하십니까? 今日は通信添削のお話をしたいと思います。通信添削っていうと、通常こういうね、郵送でこちらから教材をお送りして、そして皆さんがご自宅で解いてこれを郵送で返すという、そういうね流れを連想しがちなんですけど、最近はねすっかり様変わりをして、何かと言いますとね、データ版っていうやつなんですね。もちろんこういうね郵送でなさる方もいらっしゃいます。でデータ版っていうのはどういうことかっていうとですね、こちらのその通信添削の教材をメール添付で皆さんにお届けする。で皆さんはそれをプリントアウトして自分で解いて、それをスキャンしてミレに送る。ミレではそれをまたプリントアウトして赤ペンで書いてスキャンして皆さんにお返しする。だから、郵送している、来る時も1日2日出す時も1日2日と、このロスタイムがなくなるんですね。もう即相手につくという、そういう形ですので大変便利になってます。そして音声添削、これもミレの売りなんですけども、この音声添削もスマホで録音してすぐに送信するというふうな形もとってます。最近は動画で音声を録画して送る。でこちらも動画で音声のコメント直しを入れてお返しするっていう風に、だんだん進化してますので、皆さん通信添削非常に有効だと思います。地方で一人で勉強なさってる方、あるいは近くに通える、適切な教室がない方、ミレの通信添削講座はたくさんありますので、その中から適切なものを選んで、そして一度なさってみませんか。ミレはね、毎日ミレマガを発行してますし、動画でいろんな学習のヒントを、公開してますので、停滞したり放置になりにくい、そういう要素が確実にあると思います。最近は動画付き通信添削、これスマカンでパワチューっていうもので始めてるんですけども、今後は通信添削にも動画がつくような、そんなことも計画していますので、皆さん学習より効率的にどんどん進めたいっていう方は、まずはミレの通信添削見本請求からなさってみてください。リズミカルに楽しくぐいぐいと勉強できるようになります。そして出すのも受け取るのもストレス、ロスタイムが少なくなりますね。効率よく学習できます。それからミレのスタッフが最近動画をよく撮ってますので、こう動画を撮ってたり、あるいは動画で音声添削しますので、こうスタッフとのつながりですね、それも密にまた親しみを持ってできるようになりますので、随分と通信添削のこのイメージが変わってきた、もっとつながれる、そんな内容になってますので、まずは見本請求からなさってみてください。一緒に楽しく頑張っていきましょう。